もう仲間を傷つけさせたりしない。私がこの場でお前を倒す。やろう。私はもう絶対に逃げない。絶対に負けたりしない。ふんだ、二人同時だろうと今さら怖くなんかねえぜ。はい、さっきまでと違って今はみんながいます。行きましょう。みんな一緒ならきっと大丈夫です。ガンダルバ中将閣下、急ぎお耳にお入れしたいことが。いい、何があった？例の連中がついにタワー内部まで侵入してきたようでして。そうか。まあそう慌てんな。もともと時間の問題だったじゃないか。いえ、それがその、他にも不可解な事態が。他にも別の侵入者がいるってのか？いえ、それは定かではないのですが、タワーを含む帝都全体が攻撃を受けているのではないかと各地点より報告が上がっております。攻撃を受けているのではないか。煮え切らねえな。どういうことだ？ああ、それが兵士や民間人に原因不明の体調不良を訴える者が続出しておりまして、数は徐々に増加しており、昏睡状態に陥っている者も少なくありません。例の気空団の連中の手助けに秩序の気空団やらバルス公国やらが動いてるって話じゃねえか。民間人も見境なしと。連中にしては思い切ったことを始めやがったな。それが秩序の気空団やバルツ公国軍にまで被害が及んでいるようでして、さらに被害状況の分布を見るに、このタワーが被害の中心にあり、何らかの原因なのでは。こういうことか。間の悪いことだが、ま、やることに変わりはねえな。これがフリーシア宰相の望んでいる事態だというのか？いや、これ自体には何の感想もあるまい。奴の目的はこのさらに先にある。そしてそれは引き起こされてしまったが、最後こうして眺めることもできはしない。みんな眠ってる。明らかな異常事態ですね。
リアクターの影響であることはまず間違いないと思いますが、外の騒ぎに比べてこの中はやけに静かだと思ったが、まさかこんなことになってるとはな。ねえ、これ私たち見たわよね、あの人に連れてかれて。はい、アダムさんが案内してくれた場所にいた人たちとすごく似てます。ありゃ全部リアクターを作る過程の被験者っつう話だったな。つまりリアクターは実験通り順調に稼働してるみたいね。我々がリアクターをフリーシアを止めることに失敗すれば、時期に帝都全体がこうなる。いや、それだけじゃすまねえさ。そうだよな、帝都がこんな風になっちまうっていうことは、例の青少女アーカーシャが動き出しちまうってことなんだもんな。そうなったらもう何が起こるかわからない。それだけは絶対に。立ち止まってやがる。ついさっきまでの勢いはどうしたよ。ガンダルバ、あの後タワーに先回りしていたのか。たく、いよいよこんなとこまで来やがってよ。これじゃ帝国のメンツってもんが。いや、もうそういう話でもねえか。また厄介な奴が出てきたな。はい、しかし今の私たちの目的はあくまでリアクターです。正面からぶつかるのではなく、ここは巻いてリアクターの探索を。おいおい、そう焦るなよ。俺様はお前らに用があってわざわざ出てきたんだ。焦るに決まってるじゃない。だって急がないと世界が大変なことになっちゃうんだから。それがどうした。あ、いいんだよ今は。そんなことはな。そんなことって。おいおい、そこまで言ってんなら何が目的か教えてもらおうじゃねえか。それは構わねえが、その前に一つ答えてもらうぜ。これやったのはお前だ。いや、今さら貴殿を相手に潔白を主張してもあまり意味はないかもしれないが、私たちも驚いていたところなんだ。おそらくはフリーシア最終のリアクターが原因だ。またあの女は面倒なことを考えてるわけか。我々はあの女を止めに行く。その邪魔はしないでもらおうか。悪いな、邪魔するつもりはねえんだが、俺様にも優先順位ってもんがあるんだ。優先順位だと。ああ、この世界よりもあの女の企みよりも俺様には大事なもんがある。それはな、この俺様が最強であることだ。最強ってそんな。笑っちまうか。笑っちまうよな。まったくその通りだ。そんな
つもりじゃ。今の俺様は最強には程遠い。お前らみてえなガキにまで脅かされる始末だ。このままじゃいられねえんだ。だから決着つけようぜ。これが全てで、これが最後だ。付き合いきれんな。悪いが我々は最強など心底興味はない。だから俺様を無視して先に進むってか。背中から獲物を切るのは好みじゃねえが、できないわけじゃねえ。貴様。わかりました。ここは私が引き受けます。リーシャさん。この場は私に任せて、皆さんは先に進んでください。おい待ってって。一人であいつと戦うつもりかよ。リアクターを止めるためには少しでも多くの人手が必要なはずです。それにこのあだが生まれた理由は私と私の父さんにあります。だから私だけはこの勝負から決して逃げるわけにはいきません。そこまで分かってんなら話は早い。もう五択は十分だよな。ここからはこいつで話をしようや。まったく、少しは変わったと思っていたのだが。どんな理由があろうと一人で背負い込もうとするんじゃない。こんなことをしては秩序の気空団で私たちと対峙していた頃と何も変わらないぞ。でも確かに人手は必要だが、ここには私も残ろう。構わないな。必ずリーシャ殿と一緒にすぐに追いつこう。その間ルリアを頼んだぞ。こいつは予想以上に面白くなりそうじゃねえか。カタリナ。大丈夫だルリア、何も心配することはない。そうだろリーシャ殿。私とカタリナさんならきっと大丈夫です。でもさあ行くんだ。これ以上は時間をかけられない。それにウリア、君の力はここではない場面で必ず必要になってくる。だからこの場は私たちに任せて、先に団長たちと一緒に進むんだ。行くしかねえよな。リーシャ姉さん、絶対追いついてきてくれよな。はい、必ず。約束しよう。それでは早々に決着をつけようか、ガンダルバ中将。私たちにはまだやることがあるんです。あまり長くここに留まるわけにはいきません。はん、それならそれで俺様も構わないさ。早速返してもらうぜ、この俺の最強を。
俺はお前らを倒して最強の俺を取り戻す。これがその最初の一戦だ。これが最後だ。本気でいるぞ。邪魔だけするなら容赦はせんぞ。無駄だったな。さあ楽しもうか。遅い。どうです。無駄だ。無駄だ。私はもう逃げたりしない。覚悟はよろしいですか。これ以上はさせません。絶対に諦めたりしない。ここを切り抜けるぞ。負けるわけにはいかないの。サンライズブレイド。我が奥義お見せしよう。アイスクルネイル。こんなもんじゃねえだろう。楽しもうか。大丈夫、私がそばにいるさ。我が剣に勝利を。無駄だ。真っ二つにしてやる。邪魔だてするなら容赦はせんぞ。どうです。無駄だ無駄だ無駄だ。さあ楽しもうか。準備運動は終わりだな。負けるわけにはいかないの。サンライズブレイド。我が奥義お見せしよう。アイスクルネイル。楽しくなってきやがった。これ以上にさせません。遅い。
まだまだ楽しませてくれよ。覚悟よろしいですか。邪魔立てするなら両者は全部。どうです。無駄だ遅い。俺様の見込んだ通り。ここまでか。ここを切り抜けるぞ。無駄だ。我が剣よ、どうです遅い。ここまでか。我が剣に勝利を。よかった。皆さん、怪我はないですか。認めてやる。てめえらこそが最強だ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。